沖縄から戻ってきたんですけれども、はい、何で沖縄行ってるかっていうとですね、うん、あのプレミアムポイントっていうのをこう積み上げていくと、うんえー、ラウンジが使えたりですね一番大きいのはキャンセル待ちで上の方につけてくれるんですよ、うんだ,えー、だからこう飛行機がこう、まあ、今必死に土地付 大変なことになってますけど、うん、ああいう時にこの権利を持ってるとですね、うん、あの次のスケジュールなんとか間に合わせることができるのでただこれ毎年クリアになっちゃうので<ー> 1>,、えー、1月2月3月の安い時期に沖縄に行っておくとこう積み上げができるんです今ですね沖縄の航空運地、はい、早めに予約すると大体大阪行くのの半額ぐらいで行けるんですなんですんごい安いんでですごいいす 8,000円とかで,、うん、でいやだから今の沖縄は一番最低なな時期なんですよああだってもう曇ってるし泳げないしそのリゾート地としては最悪、うん、だから航空会社もたたき売りに出てるんだただたたき売りの効果ってすげえ大きいなと思ったのは、うんうん、今日戻ってくる時も満席。うんうん だからみんな同じようなことを考える人が世の中にはいっぱいいてあの結衣レールっていうモノレールが唯一の交通機関です15年前に開業したんですで私当時「ニュースステーション」やってて「開業レポートお前がやられ」って言ってあの国道の一番 通行量の多い所の真ん中の中央分離帯に立たされて、はいえー、今沖縄こんなに渋滞していますけれどもうん、うん、この渋滞を解消する切り札がこの「ユ比レール」ですっていうと、うん、ユ比レールがブーッと走ってくるっていう絵を撮りたいって言うんですけど当時まだ試運転でいいつくるかかわんんないんですよ、うんうん、それで「来たぞ」っていうので合わせてやるんですけどなかなかこうタイミングが合わないんですよ。<laughs> おいで、うん、もう中央分離帯に私3時間ぐらい経ってやり続けたんですよ。<laughs> でようやくピタッとあった時にですね、うんうん カメラさんが、小籔さん、すいません、テープ回ってませんでしたって言ったんで、首絞めてるかと思ったんですけど、その大丈夫かなと思っていた UA レールが、今もう乗れない、この時期でですよ、満員で積み残しを出すぐらい、パンパンに人が乗っているっていう、恐ろしいいことになっててでもう電車ですよね、要するに。 なかったんだもんねそれまでね沖縄にはそて電車走ってないですね今にいやだからそれそれが唯一のねものができたわけだからね当時はで15年前まではその電車に乗るっていう習慣が県民の人なかったんで最初ガラガラだったんですよだけどもう今まあ半分は観光客なんですが半分学生と サラリーマンなんですだからんあ随分変わったんだなと思いましたけどね,ね、はい。ということで、はいえー、早速本題に入るとですね、はいえー、実はあのー、経済学者たちっていうのがこう2つに分かれていてですね財政再建をしないと。 と円の信任が失われて円が暴落してハイパーインフレがおうぞっていう警告をする学者たちっていうグループがいるんです。えこの番組で言うと金子マさんはそっちに近い人あそうなんだそうそうそうなんですね。えその財政赤字がねはダメだっていう人なんですねで私はそういった人たちとずっと戦い続けてきてあのそんなことはない。もし円が 下落してみろとそしたら日本はものづくり大国なんだからその円安を活用してバンバン世界に雪崩のような輸出をしてあっという間に高度成長が訪れて円は再び高くなるからそんな心配は一切いらないんだってこの20年ほど言い続けてきたんですけれどもただちょっとまあ現時点でもそうだと思うんですけど少し 未来のことを考えると、はい、それが危うくなってきたんじゃないかなっていうふうな気がしてきたんです、うん、でそれはなぜかっていうと、うん、日本の製造業が空洞化を始めているからなんですね空洞化、うんはい、で食料自給率ってよく、うん、あの、うん 新聞とかです出てます,、ね、出てきますけれれどもこ国内消費の何割を国内生産で賄うことができるかっていうのが自給率でなぜか食料についてでしか言われないんですけれども、うんうん、これ産業連関表っていう統計を使うとですね、うん、え農業だけじゃなくて全ての産業の、うんうん 自給率っていうのを計算することができるで。うんうん、あ、そうなんだ。<laughs> 確かにあんまりそれは知らないな。うんうん、でしょ。うん、で、<laughs> 計算してみたんです。はい、で、実はあの1985年に日本の製造業の自給率は、うんうんうん ーね、だから1割ぐらいこう余力を持っていたで外に出せるっていう状況だったんですね。でそれがですね2011年には102.1%に下がりで産業連関表っていうのはすごく更新が遅い統計なのでこの2011年が最新統計なんですよ。でただ国民経済計算 GDP を計算するために簡易的に作ってる SNA 産業連関表っていうのがあって。 えー、それはですね、えー、2016年までであるんですね、うん、でそれを見るとなんと直近の製造業の自給率100.6%つまり自給はギリギリできてるけれども、うん、そのよそに輸出する。うんうん 余力がもう日本国内にはなくなってきているっていうのが製造業の実態なんですででなんでこんなことになっちゃったのかっていうとこの製造業の内訳も見ることができるんですよ。で内訳を見るとね、えー、例えば輸送用機械、まあ、大部分が自動車です。はいえー、これは自給率 1. 1つまり よそにバンバン輸出してるわけです国内で消費するよりも。はい、でところがですねここだけが突出していて、うん、あとはみんな100%ぐらいなんですけれども、うん、足を大きく引っ張っている製造業が2つあるん、うん、なんだろう。えー、一つは繊維製品、はい、あのもう服<ー>こういうアパレル。うん えー、まあ,あのお金持ちは日本製買ってますけれども普通の人が着ている服って中国製だった時、はい、ベトナム製だったり、はい、もうそんなんばっかりなんです,ですだから日本国内で日本人が着る服はもう賄えなくなっているっていう,、うんうん、う海外に依存せざるを得ない、うんうん、でただね、えー、これまあ有事の際に別に服なんかなくったって。 えー、選択して昔の着てれば、うん、なんとか耐え忍べるので、うんえー、私はここはまだいいと思うんです、うん、で私が一番問題だなって思うのは、うん、なんとですね情報通信機器の国内自給率、うんえー、56.4%つまり、うん、今日本では情報通信機器の半分しか国内で生産できないっていう。うんうん 状況になってるわけですよかつては日本は家電王国だったんです家電大手14社がですねもうテレビからカセットテープレコーダーとかラジカセもそうだしもう全部そう日本製が世界一だったんですけど今何でこんなに家電が起こってきて特に情報通信機器が起こってきたかこれは実はスマホなんですね。 携帯電話あのガラケーだった時代ってもう家電大手みんな携帯電話作ってたんですよ。それはもう三菱電機からシャープ、富士通あらゆるこうメーカー。そうやって見ればそうだった。N E C も作ってたし。ところがですねこのスマホに移行する中で次々に撤退してってしまう。なぜだ。 <で>絶対売れるものなのなにでしょ、はい、で日本が今、うん、国内で作っている国産のスマホって実はソニーと富士通しかないっていうか、うん、あとシャープも作ってるんです、うん、でただですねこのシャープは実はホンハイ精密工業っていう台湾の会社の、うんえー、資本参加になっちゃったんでこれが完全国産かっていうと、うん、ちょっと微妙なところはあるんです。うんうん 完全国産はソニーと富士通だけになっちゃったっていうのが現状なんでかっていうところは日本の消費者の選択なんです私は悪口言うわけじゃないですけど現実問題として iPhone 使ってる人いっぱいいるわけですこれはあのアップルっていうアメリカの会社なんですね。 LG だとかあのサムスンだとかのスマホ使ってる人それから最近でいうとそのファーウェイだとかエースウスだったかなあの中国の会社とかそういう海外製を使っている人ばっかりでななんで素人考えでいうとその技術力が衰えちゃって。 てるか人件費が高いかその両方が合わさってるから買ってしろうとは思うんですけどだけどだけどなんです私はずっと、うん、私はあの右翼ではないんですけれども、うんえー、国産が好きなので、うんえー、ずっと国産メーカーだけ使い続けてきてるんですよで今はシャープの使ってるんですけれども、うん、じゃあなんか劣るかって言ったら、うん、何にも劣らないんです どう私は思うんですけれども。うん、ああ、なんでかな、でも確かに。人件費は高いってことですか。いや、なんでですかね。だから、みんなアメリカが好きなのかなって、私は思うんですけど、だから。 世界の中で最も iPhone のシェアが高いのは日本なんですよ、ね、iPhone 私うちの息子も最初国産使ってたのに途中で iPhone に変えたんですよねああなんかかっこいいからとかそうそうそうだけどね、うん、私は言いたいんです、はい、それは何かっていうと実は最近の学生と話してると、うん、パソコン持ってないんですよ。うん 全部ススママホホでるなが中心なんで、はい、しかも IoT っ,ってこってスマホを中心にしてもうありとあらゆるものがこうつながっていくだからこう家のエアコンを外からつけるとかそういうのも全部スマホ経由になるのでやっぱりスマホが家電の中心になっていくのこれ間違いないんですね。私は あの中国がね、うん、あのトランプが「ファーウェイ使っちゃダメだぞ」って言ったらこう中国が団結して「じゃあファーウェイを使おうぜ」って言ったら中国で iPhone の売り上げが落ちてえでえもう大変な騒ぎになったわけですねだから日本でも私はやっぱりいざという時のためにですね日本でスマホが作れる体制っていうのをちゃんと こう整いといた方がいいんじゃない。のかな、うん、いいじゃないですか。ね、あの年一回目の森永さんの話としては、とってもなんか今日は共感できるな。<laughs> あ、そうですか。はい、ありがとうございます。いや、私は国産好きなんですよ。本当 <laughs>、うん、ね、なんかそうなってほしいわただ。その今まで財政ね、えー、危機はね、大丈夫だとおっしゃってた森永さんが、はいはい、ここに来て。 やっぱりなんかその国内自給率みたいなのが落ちてくると、やっぱしあの財政はこうちゃんと立て直さないといけないんじゃないか。このままいくと、それはそのそうそう激たかい乗っ取られた途上国の例を見ると明らかなんですよ。うんうん、だからそうならないためにも国内に製造業って持ってないとやばいで。でも情報機器はもう全部アメリカ。えだからまだ,まだ頑張りますよねそうそうそう。まだ頑張ろうぜって私はそれは言いたい。 でもなんかその声がちょっとち小さそう,、ね、<laughs> 小さそうっていうことはだよやっぱしあの全体的に見れば今まで森永さんが大丈夫だっておっしゃってたその財政の方もちょっと傾くんじゃないかってくるので、うん、それを前からあの森永さんには金額で大体いくらぐらい借金したらそうなるんだみたいなこと僕はいつも聞いてたんだけど。はいはいあ もう時間になっちゃいましたんですいませんが、<laughs> はい、次回また,またはい。よろしくお願いします。<laughs> <laughs>